吉田さん、FX ね、頑張ってください。なんかその目先のことっていうかね、目先のお金ってキーワードがあったんで、これについてちょっとお話ししようかと思います。よくね、中学生とか高校生が数学とかね、それから歴史とか、これ世の中に出て何の役に立つんだよね、こんなこと意味ないよっていうふうなことを言うことがありますけども、やっぱりね、勉強って役に立つんですよね。例えば数学で公式を覚えますよね、物理の公式を覚えますよね。とりあえずは目先の試験に出るわけですよ。で、人生って結局目先のことを問題解決できればその連続でいいんじゃないかなと思うんですよ。もちろん長い視点で計画を練ってね、将来訪れるだろう、なんか問題にあらかじめ手を打っておくってこともあると思いますけども、これね、先のことはね、分かんないんですよね。明日のことも分からない、1週間後はもっと分からない、1ヶ月後はもっともっと分からない、1年後、5年後、10年後もっと分からないですよ。私が10年前麻雀店の経営を立て直すために懸命にやってたかっていうと、やってないですからね。でもその代わりネットのことをね、バリバリやったわけですよ、8年前。で、ネットのことについても先のことなんて考えてないですからね。とりあえず目の前の課題が来てたんで、それをこなしたと。で、自己アフィリエイトのセミナーやるよって言ったら、人を集めないといけないからとりあえず集めたと。人を集めてみたら、なんかね、23人会場に来るっていうから、仕方なくカリキュラム作った。カリキュラム作って会場に行ったら、人がどん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 来るから、しょうがないから講義をした。そしたらお金になったってことなんですよね。で、結局ね、これをするよって決めたら、宣言したら、やらざるを得なくなるんですよね。で、これをやるぞって決めなければ、やらなくていいから、心の中に留めておくだけで、いつかやろうと思うだけでいいんで、誰からも催促されないんですよね。だから追い込まない。だからできない。だからやらないっていうところもあると思います。で、私の場合はまあね、よく、こんなことやりますとか言ってね、自分の発信した言葉によって引っ張られるってこともあるんですよ。かと思えば何も言わずに、ただ実行だけを繰り返すってこともありますけどね。ただ言ったことっていうのは周りの雰囲気からも引っ張られてやらざるを得ない状況になりますけども、言わないことっていうのは自分の相当な強い意志がないとやり続けることができないんですよね。で、一番最悪なのが、言いもしない、やりもしない、これはね、何も変わらないし何も訪れないんですよね。それこそ言いもしない、やりもしないっていうんだったら、まさに中学高校の勉強なんて全く必要ないです。目先のこともしないし、将来的なこともしないわけですから、じゃあね、覚えたり学んだりするだけ無駄じゃないですか。教える人のエネルギーも無駄にしてますよね。で、そう考えていくと、私たちは目先のことをね、クリアすると。で、目先のことをクリアすることを、その連続ですよ、人生は。とりあえず今日の支払いを何とかする、明日の支払い何とかする、今日の稼ぎを何とかする、明日の稼ぎを何とかする。で、ちょっと話またずれますけども、お金と愛情どっちが大事って聞いて、愛情っていうふうに答える方もいるんですけども、それはお金があればね、愛情だって言えるんですけども、お金がないっていうことはどうするんだってことなんですよ。そのお金がないっていう問題を解決せずに、その愛情で何とかするっていうのはありますけど、それほど愛情深い人だったらいいですよ。愛情に自信がある人だったらいいんですけども、そんなに愛情に自信がある人いるんですかね。そういうこともありますしね、考えていれば、なんか犬も歩けば棒に当たるですか、回答は分かりませんけどね。で、人にね、こうじゃないのって言われたらそうかもしれないなと思うし、いやいやこうだよって言われたらそうかもしれないなと思うし、何なんでしょうかね。結局は自分の思った通りにやるだけなんですけどね。自分の思った通りにやると自分の思った通りにできるわけですよ。自分の思った通りにしなかったら自分の思った通りにはならないんですよね。単純なことですけども、それに尽きるかなと思います。FX はやろうと決めたらやれるんで、その中で自己錬磨できると思いますよ。やっぱり自らの姿に本当にね、対話できると、本当の自分と出会えるんじゃないかなと思います。では、いってらっしゃい。